Subscribe or else! Subscribe or else!初配信ということでね、私の初配信、普通の、初配信させていただきました。本当に、なんていうか、テンプレートというか、順当な、はい。特に、期待しないでくださいね。はい、まずは、名前から。名前は、ゆうき、さくなと申します。誕生日、12月の2日です。はい。冬生まれです。いて座です。身長148センチ。これね、もう、測ったのが、もう、何年も前の話なんで、ちょっと今はわかんないです。まあ、でも大体それぐらいでしょうっていうことで、はい。体重は秘密です。まあね、女の子に体重を聞いたりとかするのって、実は失礼に当たるって、社会では言われてるんで、みんな気をつけるようにね。体重100千万。1万歳です。1万年生きた猫。こんな感じでいいんだよね、初配信って。大丈夫？合ってるよね。じゃあ、見ていきますよ。ドゥルルルルルルッテン。配信タグは、はい、ゆうきさくな生放送。シンプルすぎるだろう。そのままかよ。じゃあ次。ファンアートタグ。はい、ごめんね、難しい問題です。大体ね、VTuber さんって、まるまるまるアートみたいなね。サクナアート。おい、そのままじゃねえかよ。シンプルなのがいいんです。シンプルイズザベスト。はい、次。ファンマーク。まあ、これはね、もう出てるんで、Twitter の名前のね、横に載っけちゃってるんで、まあ、これはちょっとします。せーの、ボン。リボンと、足跡です。はい。じゃあ、最後。ファンネ
ームこれ難しいね。ファンネームテルルルルルルルペーン。はい、これね、あの決めてないということで。はい、ダダン。好きなもの好きなものは、アニメと漫画、ゲーム全般、歌を歌うこと、食べることが好きです。アニメと漫画はなんかめっちゃ考えて、もう絶対に1個は決まってて、あの SAO ソードアートオンラインっていうね、あの小説なんですけども、アニメもやってて漫画もやってて、あのみんなね、もう誰しも知ってるであろうあの SAO が本当に大好きです。はい本当に好きで、私の中の青春で、自分のね、名をね、授かるときに、あんまり私センスなくて、ネーミングセンスが、どうしようって思って、ね、そうです。結城アスナちゃんと同じ名字です。SA は本当にもう一番好きなアニメですね。もう本当に大好き。マジで大好き。小説も全巻家にあります。ゲームは全般好きですね。最近やって、マジで心を動かされたのはアンダーテールね。アンダーテールはマジで、もう何年も前の作品なんだけど、初めてやってみてマジでボロボロで泣いて、本当にキャラが好きになった。まあ、何でもやりますね。食べることも好きです。卵、カニ、ちくわ、オムライス。昔はねオムライスが好きだったんだけど、いやオムライスが好きなんじゃなくて卵が好きなんだなって気づいて。はい、次。苦手なもの、ホラーゲームとか怖いものと、野菜とか草、対人コミュニケーション、運動、日差しとか日光とか人混み、長時間家に帰らないこと。ね、苦手なことをさあ、キリがなくて書いたら、ちゃんと野菜食べないと。いや、なんか、やっぱさ、草って、人間が食べていいものじゃないと思うんだよね。なぜ人類は、昔のさ、原始人の人たちとか、どうしてさ、この草は食べれる、この草は食べれないって、なんでどうやって決めたんだろうね。なんで草を食べようと思ったんだろうね。生物学的に緑は毒があるから、野菜は、本当は人類は好きじゃないって言われてるみたいな、なんか、そういうのあるらしいんですけど、草は必要ないです。生きるのに。ここの中にはね、書いてなかったんだけど、なんか切り抜きとかやってもいいんですかみたいな。悪意がこもった切り抜きとか、変な切り抜き方してたりとか、よくあるのは、なんかサムネイルすごい、サムネイルとタイトル、悪意こもった切り抜きとか、ちょくちょくあるかと思うんです。そういうのはやめてください。普通の切り抜きだったらぜひたくさんしてくれて嬉しいんですけども、なんかこれも質問にあったんだけど、個人です。申し訳ないんですけども、なんかどでかい企業さんとか何かに所属してるとかなくて。はい、じゃあ続いて神たちを紹介していこうと思います。私をこの世に産み落としてくれた、可愛く産んでくれた、ガオパパです。ありがとう。そしてこのね、ぬるぬる動く魔法をかけてくれたラリエモン先生です。ありがたやー、すごいでしょ。みんなね、すっげーかわいいかわいいってね言ってくれて、まあこれもまあこのね、神たちのおかげですので。はっ
お耳ぴょこぴょこすぎる、可愛いでしょこれ。Subscribe and do something.